藤井寺市は、大阪府の南河内地,地域北部に位置する市。大阪市から南東へおよそ15キロメートルで同市の、ベッドタウン。大小の古墳が密集する古市古墳群や、西国33所、第5番札所のくずい寺の門前町として知られる。かつては、プロ野球、近鉄バファローズの本拠地、藤井寺球場があったことでも知られている。 全国の市の中で5番目に面積が小さい。また、人口密度は大阪府下で8番目であり、南河内では最も高い。市場は市内に多く所在する前方公園墳と国府遺跡から出土した縄文時代の縄耳飾りをモチーフにしている。藤井寺市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の6枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成大阪平野の南東部大和川と石川の合流点にあり地域はほぼ平坦古代には河内国府が置かれ堺と奈良を結ぶ長尾街道と竹内街道高野山へ通じる東高野街道が通じていた現在は近鉄南大阪線が東西に 国道170号が南北西域を貫き、西名阪自動車道が通るなど交通が発達。市の西側の藤井寺駅を中心とした地域と、東側の端の里駅、道明寺駅を中心とした地域に市街地が発達している。モーズ、古市古墳群が世界文解散になる。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、 1.10%減の65,438人であり、増減率は、不可43市町村中15位、72行政区域中38位。藤井寺市では、全域で町名整理が実施されており、ほとんどの区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。定数は14人。2019年5月24日時点での、 開発構成は以下の通り、平成19年商業統計調査による、大阪府統計化、平成20年大阪の工業による、藤井寺市内に本社機能を置く、主な企業藤井寺市内に主力工場もしくは支店を置く、主な企業現存名称が、藤井寺支店の金融機関は藤井寺駅周辺に、同名寺支店の金融機関は、梶の里駅周辺にある、 道明寺駅周辺には、金融機関の店舗はなく、店舗外 ATM も設置されていない。撤退藤寺市内の郵便番号は、583から 00XX となっている。大学、短期大学高等学校中学校、小学校特別支援学校図書館、近畿日本鉄道彫刻工芸建築高校資料。ありがとうございます。